じゃあ始めていきましょう。それではスタートボタン押してください。さあ、1P 側、座っているのは KO。そして 2P 側、K5点。さあ、K5点は、一回戦目は RS で参戦してた。そして、それを見て、KO は、K を選択。さあ、しっかり対空していく。投げる。投げ返して。ファーストパン、しっかり振れている。さあ、中盤の警戒する。足払い、しっかり見ていた。さあ、ボールでいく。さあ、しかし、体力的に寄せるのは、ケイン後方の。投げる。さあ、中盤投げ。最後は、ツーキック重ねて。まずは、ケイン後方。さあ、2ラウンド。さあ、中大ファルムシンジェイ。画面端、大きめ、中段、ガードシュー。さあ、3ブロック、投げる。足回り、中段ファルム、勝利感。さあ、乗ってる。さあ、そして、最終ラウンド。開幕戦、心配でした。中大 GS ファルム。ザフェアのブロッチェそこから攻めていく2発目から加点大きめよ警戒する足払いなんとか切り返してきてませんはい、ドミナー決めてさあ、失敗さあ、バイトメーターが戻るお互いから残り0ボット最後4めぐり中キック KO の勝利さあ続いて、ベスト4ニット VS DL ベスト4から2試合選手となりますのでよろしくお願いします